どうも皆さんこんにちは。セイザーライダーのチャンネルへようこそ。おじいちゃんとおばあちゃん家の家に遊びに行った時によく食べていたお菓子を紹介したいと思います。このパッケージを見るたび子供の時を思い出します。それはこちらです。キャベツ太郎の紹介です。ソース味、このキャラクターが可愛いですね。このキャラクター前から好きです。で、後ろはこういう感じです。おじいちゃんとおばあちゃん家に行った時はしょっちゅう食べていましたね。おやつの時間にはこれが出るんですよね。これとかじゃがりこで、あとカントリーマームクッキーとか食べていました。超久しぶりに食べるので超ワクワクしています。ソースの香りがマジでいい。色もいいし香りもいい。それではいただきます。最初ソースの味がきて、で後からキャベツの味が出てきて本当に美味しいです。ソースとキャベツはマジで合います。このサクサクした音と食感すごく好きです。ソース味の方がキャベツの味より上回っていますけど、僕ソース味結構好きなのでこれは大丈夫ですね。懐かしい味だし懐かしい感じがします。点数はもちろん100点満点です。文句なしのお菓子です。パッケージもいいしキャラクターも可愛いし、で味もデリシャス。おやつにはぴったりです。今抹茶がマジで美味しいです。食べてない方はぜひ食べてみてください。食べると楽しい感じがします。キャベツ太郎の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。